この後はいよいよ準優勝戦ベスト18の激突となります。準優勝戦一つ目第9レースが間もなくピットアウト、前半6コースから勝利を飾った1号艇の中島圭一郎、人気を集めての登場です。明日のファイナル進出をかけまして最初の競争となります準優勝戦一つ目第9レースが始まりました。対戦メンバーは1号艇が中島圭一郎、2号艇は北山康介、3号艇は鶴田勲、4号艇菊池峰春、5号艇橋本健三、6号艇佐藤大輝、以上6人の対戦、スタートまでは1分を切りました。人気の中心は1号艇中島圭一郎です。今日の前半6コースからのスタートでの勝利、昨日も6コーススタートでの1着、おとといの第5競争では1コースから勝利を飾っていました。その1コースに1号艇中島がボートを進めていきます。2連単の1には 2.5 を示しています。2号艇は北山まだ横を向いた体勢となっています。昨日の前半第2レースで2コースからまくっての勝利がありました。センターでは3番の鶴田が構えていきます。3コースダッシュスタート角1後方4号艇地元メンバーの菊池がスタートコースへボートを向けるところ、さらに外枠両選手はすでにスタートコースへ向けています。大阪の両選手橋本健三5号艇61号機長岡選手優勝モーター、そして6コースは6号艇佐藤大輝で、枠なりスタイルは3対3、準優勝戦1つ目9レースのスタート、1番2番3番4番5番6番でスタートが切られました。さあ1周1マークへ向かう先行争い、外から5号艇橋本がまくっていきます。そして内は1号艇中島残すか、この内を狙った6号艇佐藤ですが前が上がりまして5号艇橋本のまくりが決まりました。ご停身のリードを取りましてバックスレッジの中間点、そして2番手が1号艇中島、3停身差になりまして3番手は内4号艇の菊池か、バックスレッジの中間点から第2段マーク1から4号艇菊池が2番手先前か、1号艇中島つけ前で大接戦です。ホームスレッジ入りました。外から回った1号艇中島が4号艇菊池を抑え切って2番手キープ、直線は5番1番でレースは2周目スタートは正常、5号艇橋本は独走を抜け出しています。2番手が1号艇の中島です。3停審査内詰め寄る2号艇の北山、2番手争いか、1マークは1号艇中島が2番手で回った内は2号艇の北山、外からは3号艇鶴田、バックスレッチへ出ます。1号艇中島が2番手は守っていますが差は4停身くらいになりまして2号艇の北山、そしてアウトコース1停身差3号艇鶴田4番手、このうちからは4号艇菊池と6号艇佐藤が差を詰めて2マークの攻防、先頭5号艇橋本は悠々の独走です。2番手は1号艇中島がキープしてラスト1周は5番1番5 1 2連単 47.6、 その後ろ3番手は外2号艇の北山です。2番手1号艇中島とは4停身くらいの差、内からは3号艇鶴田は3番手争いか、1マークは5号艇橋本、1号艇中島1、2番手でクリアした、後ろは2号艇北山が3番手、5、1、2、3連単ですと 138.7 倍のオッズ。5コースから強烈な攻め、5号艇橋本がトップに立っています。2番手は1号艇中島です。3番手が2号艇の北山、4番手は2停審査3号艇鶴田が差を詰めてくる、2号艇北山は外を回って3番手を守りきりそうで、ゴール前直線は5番1番2番です。5号艇橋本1着ゴール、続いて1号艇中島、3着は2号艇北山、3号艇鶴田、4号艇菊池、ラストは6号艇佐藤でした。